今痛くないと思うよ、常にね。あ、本当だ、首痛くない。あ、本当だ、ね、これはもう首の話、20代からなんです。首の話知らなかったんですよ。あ、そうですよね。腰ばっかりだった。首は20代からずっとなんです。あ、本当にね、はあ、ない、すごい、よかった、あ、じゃあちょっとこれ動画撮らせていただいて大丈夫ですか？あ、はい、はい、あ、ただですね、私自転車をやった後だけが調子がいいんです。はい、で自転車を今3時間乗ってきた後なんです、はい、だから絶不調の時じゃないんですよね。あ、奥さんが今日の、あ、そうです、私です、はい、はい、はい、なんです、うん、はい、だから今ね、もうすごい痛い時にできたら来たかったのになと思うんですけど、はい、はい、今は一応最高にいい時なんです。それでもまあ多少はあるんですけれども、はい、そんな感じなんです。わかりました。どんな人なんですか？そうですね、あの、ま、あの右側なんです、はい、去年の2月、あのずっと、ま、あの走ったりいろいろしているので、なんだかんだなんとなくいつも背中の筋肉は硬かった、はい、で去年右が硬いんです。なんとなくそうですね、はいはい、なんかいつも、はい、で、座骨神経痛が左でいつも硬い、はい、で、あ、軽いものなんですけどね、はい、で去年の2月はあの日本ですごい寒い、なんか1度とか2度とかの中で、はい、あのマラソンの最後のなんかロングランをやって、はい、でその後に固まっちゃったんですよ、うん、で、あのちょっとぎっくり腰みたいな、ピクッみたいな、もうすごいシャープペインが走るような、はい、あ、なんかそんな痛みがあったんですね、はい、でそんなのね、ぎっくり腰っぽいから、じゃあちょっとあの落ち着くまでは何し、でフライトも、あ、フライトアテンダントなんですけど、はい、フライトもキャンセルになって、仕事が全くなくなったんですね。4月から9月の家に帰ってこられたので、4月から9月仕事がない間、ずっと私はもうオーソペディックと PT、 カイロも行って、はい、オーソペディックも行って、PT も行って、マッサージも、はい、ほぼ毎日いろいろやって、毎日、はい、それでも結局気持ちは良くなるんですよ、その触っていただいてる時に。でも結局治らないまま仕事が10月から始まって、で今まあ、あの走れるんです、自転車も乗れるんです、だけど朝起きた時はもうとにかく動けなくて、でまずなんか自分で太ももをストレッチして、背中をこうあの押し上げて、あのするのをやって、で、そうです、で首をこうあの自分の適度するものをやって、まあ、15分ストレッチをすると動けるようになるんです。おー、大変ですね。あの一応仕事もできてるし、はい、走ったり自転車も乗れるので、はい、なんでかしら、じゃあいいじゃないかと思われるかもしれないですけど、とにかく生活の質がもう本当に、まあ、機嫌が悪くなるとね、喧嘩したりなんかしちゃうし、で、その朝起きた時が一番つらくて、自転車を乗った後が一番楽なんです。それが分からなくて。なるほど。あの、メディカルで診断を受けました？そう、それでその大阪に、まあ、いろいろ取ってもらったので、エクセレントをやったりして、で、何もない、骨には何も異常がない。で、まあ、結局は右のグルート、はい、ここの、筋肉が弱いから、はい、それをコンペンセートしようとして、こっちがあの、オーバーユースになっている。それで、座骨神経とも出てきて、うん、でこっちすごい硬いんですね、はい、その、だから自転車乗ると多分イーブン、あの両方両手で使えるから楽になるのかわからないんですが、うん、とにかくバランスが悪いので、はい、ここを強く、ここの筋肉を強める、そしてなんか、わかんない、脳から指令が来る、はい、あのそのちゃんと使えるように練習をさせる、はい、みたいなのが、その、決まったエクササイズをやることによってできるようになるっていう話で、それをもうちょっと本当に新人の時やったんですけれども、はい、まだ何ヶ月やったんですか？6ヶ月、6ヶ月やったけど、で今もやってますから、はい、まあ1年近い、1年近くやってるんですね、はい、あ、わかりました。右の背中の方がすごい盛り上がっちゃってる、知ってました？いや、凝ってるから、うん、私あの先生の見たんですビデオだから、あ、私は右なんだなと思ったあ、YouTube 見てください、はい、ええ、はい、どれくらいいけるかやってみて、お辞儀、はい、普通に、そう、でも今これ調子いいからな、うん、これでいいで、今ピキッときてます。 OK、 はい、戻しました、はい、OK、 はい、後ろに沿ってみて、後ろへ行き、硬い、痛くはないけど硬いですね、硬いね、 OK、 じゃあ、ツイストして、あのエクセンション、これ痛くない？硬い、うん、痛み強すぎるんですね。 OK、 こっちはこうして、はい、後ろです。問題ね、痛みは、うん、あ、てか硬さはすごいあるけれども、うん、痛みは OK、 わかりました。
ございました。じゃあ、大丈夫ね。はい、首だけはでもこう。オッケー。じゃあね、上向きで寝てください。仰向けね。はい、あ、痛、危なかった今。はい。はい。え、あ、タコさんこれ見て。こっちの顔が長いでしょ。はい。ロンガね。ロンガさん。ね、こっちのロンガ。うん。マッチロンガ。あ、ワンセンチメートル。うん。でしょ。うん。っていうことは、あのね、これが痛いんだよな。だからね、こっちほら柔らかい。あ、本当だ。はい。全然違います。ね。で、それからこっちのあの股関節が柔らかい。はい。ね。で、反対側はちょっと硬いと思うよ。ね。硬いでしょ。これこのスペースね。はい。じゃあ柔らかいでしょ。よいしょ。そして、これは問題ない？はい。大丈夫？はい。こっちは？大丈夫？はい、両膝曲げて、はい、お尻を動かす。これは？これ好きです。あ、大丈夫ね。はい、戻して。そしてこれはどう？あ、もう大丈夫。大丈夫？はい。オッケー。これは？大丈夫。こっちは？これ硬い。あ、ちょっとそうですね。ね。うん。こっち倒して。はい、大丈夫？はい、反対は？大丈夫？はい。はい、オッケー。戻して。足伸ばして。じゃあちょっと頭上げてね。はい、息を吸って、はい、吐いて。こうして、これが硬かったかな？どう？もう直角ぐらい。あ、これが硬かった。痛い？ということで、うつ伏せお願いします。息を吸って、吐いて。よし、OK。はい、仰向けです。これでね、ちょっと足比べてみようか。足揃えてて。うん、どう？ほら。1センチ脱ったから、うん、はい、まだちょっとね、ちょっと5ミリぐらいまだ長いかな。うん、ね、OK。 何か足んないんだな。息を吸って、はい、これで立ってみて。はい、これでお辞儀してみて、ストーンと。ほら、どう？すごい。あ、本当だ。あ、これができるってのはすごい。あ、しゃがめなかったんだ。はいはい、うん、あ、すごいすごい。うん、うん、あ、そうですね。大丈夫そう？取れる取れる。取れなかったの？できなかったです。あ、この前85歳のヒリの母と一緒にゆっくり食べて同じくらいのスピードで。本当。うん、もうね、多分大丈夫。そうなんです。うん、あ、でこれを維持するには、うん、維持するには今みたいなスクワットの練習だとか、あの、してほしいんですよ。で、ね、ちょっとね、あの、気になるのは反り腰なんだよね。言われたことない？あの、これハイパーになってね。あの、自転車競技って、あの、どんな自転車に乗ってる？サイクルでしょ？トライアスロンでしょ？つまり、この時っていうのは骨盤が後傾するんですよ。でしょ？はいはいはい。でしょ？で、要は、あの、普段から上向きで寝てる？横向き。あー、そっか。じゃあ、どうなんだ？とにかく骨盤がね、ちょっとハイパーに、あの、ハイパーになんかこう、前傾、お辞儀、骨盤がお辞儀している人は、あの、意外にサイクリングすると楽になるんですよ。そ、目から鱗。なんでかなと思って、うんうん、逆をやってたからね。そう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 。で、朝起きて腰が痛い人っていうのは寝方が悪い人が多い。で、寝方が悪い人っていうのは、まあ、柔らかいベッドで寝すぎてるとお尻がどんどん沈んでっちゃうんですよ。つまり仰向けで寝てるときに
あのお尻がどんどん進んでいくと、あの反り腰になっちゃうでしょ。お尻が体の中で一番重いから、ね、はい、あの硬いこういう布団で寝た方がいいですね。あ、だから簡単に床だとよく寝れる。あ、床だとよく寝れる、はい、うん、そうですよ。今はもうね、こうやってジャンプしてスクワットできると思う。そういうのができるようになったら自分の自信にもなると思うんで、ちょっとやってみて。今ですか？うん、ジャンプ違う。ゴー、ジャンプ。そう、でも感じる感じ。痛い、痛いのどこ？痛いのどこだった？ここですね、うん、ここ、きしむ痛さです。きしむ痛さ、オッケー。ちょっと楽にして、はい、よっせ、はい、よし、OK、もう一回やってみて。これができたら、もう自信持てるでしょ。で、それは信じられないと思うんですけど、ちょっと座ってください。あれなんですよ、ボギッてやると、強い力じゃないですか。それで体を反応して、また、ね、守りたいと思って元に戻ろうとするんですよ。信じます。信じます、はい、本当に。あ、じゃあ、はい、ありがとうございます。戻りません。はい。はい、ただ、はい、信じてください。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ああ、弱い。弱だ。わあ。すごい。すごいでしょ？So what was wrong? The alignment, that mine is always. Did you notice that mine is always the stick up?今痛くないと思う。ね、あ、本当だ。首痛くない。でしょ？あ、本当だ。ね。あ、すごい。うん。いや、いいね。あ、いや。これはもう首の話知らなかったんですよ。あ、そうですよね。腰ばっかりだった。首は20代からずっとなんです。あ、本当に？ね。はあ、ない。すごい。よかった。ヒールとか履いちゃダメだ。ヒールとか剃っちゃう。あ、そうか。うん。そうですね。仕事の時も、うん、そうですね。はい。ね。ヒール履くと腰は反ります。はい。ああ。そうですね。考えてください。はい。ありがとうございます。はい、よかったです。はい、感謝してください。はい、アンダーランス。おお、なんで膝のアンダーランスが。うん。どこから取るんですか。これはあの手振り、そんな手振り、はい、なんかもうお昼時も過ぎちゃったとは思うんですけど、私たちが大好きな桜テンスのチラシレントってあるんです。これはぜひ、ありがとうございます。チラシレント、嬉しい。ありがとうございます。